様こんにちは。私は台湾政府の高と申します。台湾自治政府の宣言、2009年4月17日米国高等法廷リリン VUSA 案の刑事ジャーニス・ロジャース・ブランは下記の要点について判決を下しました。 A、 アメリカと中国の過去60年間の激闘的関係が台湾の住民の政治隣国に閉じ込めた。 B、 この期間中台湾人は国際的に承認されていない政府のもとに生活をしていた。 C、 これは台湾人は事実上その日々の生活においても国際的に不安定な状況にあることを意味する。 1.2013 年4月25日に台湾の関係グループが正式に1952年のサンフランシスコ平和条約と1952年台北条約、1979年の台湾関係法及び米国憲法に基づき国際法的手順に従って台湾自治政府の創設を公表した。2014年3月25日に米国下院外交委員会は全会一致で台湾関係法の重要性を再確認した。議員アラン・グレイソン、我々は台湾人の望む住民自決を支持すべきであると述べた。2014年4月3日に国務次官補ダニル・ラッセル上院外交委員会で台湾の自主性への米国の強いサポート、台湾オートノミー、台湾自治は台湾の友人に十分な自信を作り、その台湾海峡関係の強化に十分な自信を持っていることになると証言した。台湾の人々は過去70年の長い時間に白色テロ228、大虐殺とそれに伴う38年の戒厳令に大層痛めつけられました。今日でもマスメディア、教育、国家資源などはまだ詐欺や脅迫によって中国から来たシナ人の支配する武装亡命中華民国体制で台湾人の抑圧し制御を続けている。しかし今台湾の人々はすでに目を覚ましましたので、彼らは抑圧され続けることを拒否し台湾人の格好オフ格好閉じて台湾人による括弧バイ括弧閉じて、そして台湾人のため括弧フォー括弧閉じての政府を求めています。彼らは真の民主主義と真の自由を求めております。2、中華民国は1912年に創立され、その憲法は1946年に書かれました。その時点での台湾は日本の統治下で中華民国では なかったです。したがって中華民国は台湾の支配する権利はなく、その憲法内容も台湾には適用できないということです。 3. ここでアメリカにある台湾政府の総部を台湾に移していることを宣言いたします。亡命中華民国過去69年の台湾統治の間、市民運動に対して国家機関または刑事
プロ指揮を介して暗殺を含めた暴力でもって市民運動に対処してきた。しかし21世紀においてこれはもはや許されない行為である。正当性のない亡命中華民国体制のグループがこの度台湾の人民が必要かつ正当な平和的抗議行動のもとで台湾人役所に進駐したことについて、もしこれを暴力行使として承知し人民の敵とみなすならば、そのすべての責任を亡命中華民国は負うべきである。4、台湾史上の統領王国と台湾民衆国の史実は、台湾の人々が自由のために戦い自由を勝ち取った歴史である。私たちは台湾の人々に再び自由を取り戻すための団結を呼びかけています。台湾人よ、共に戦おう。5、自由かつ安全な台湾、アジアと世界の平和と安定に貢献していきます。台湾自治政府はすべての国際社会の民主主義国家の国々が台湾自治政府を承認し、また支援をしてくださることをお願いします。台湾自治政府は民主主義の最も高い標準で自由と人権を追求してそれを守っていきます。私たちは台湾人の台湾、台湾人による台湾と、そして台湾人のための台湾を作り、10回メイフラワー制約の精神、国際人権規約、独立宣言および米国合衆国憲法の精神に基づき新台湾を建設していく所存でいます。ありがとうございました。